こんにちは。こんにちは。関西ケルマイク竹下です。西尾です。お願いします。お願いします。なんかいいよ、かぶってもらったな。ますね。じゃあ今日はチームグレーで、はい、やっていきましょうか。チームグレーで、チームグレーで、はいはい、竹下さん本命は、いきなりかいな。まず本命はね、ラルエルです。はい。まあ、前回休み明けでね、年長馬との対戦も初めてだったんですけど、まあ、自分からこうね、波乱の形で積極的な競馬で、直線向いてからも本当にね、もう一伸びというか、うん、突き放すような感じです。まあ、最後ちょっとエグランタインね、詰めてきてましたけど、まだでも余力はありましたしね、うん、内容的にも完勝やったかなと思います。まあ、春もね、クイーンカップ4着、中育賞7着、まあ、一戦級とね、対戦もしてますし、まあ、結果はね、その馬券圏内というところはちょっと、届かなかったですけれど、まあ、その辺のこう経験というのがね、この秋に生きてくるかなというふうには思いますし、まあ、前回でその距離をクリアしたというところも大きいと思いますし、まあね、その春の、まあ、実績馬というか、うん、その辺と、意外とでもこれ見てみると春の実績場よりこう夏の有馬の方がメンバー的にも結構 ね、うんうん、多いかなっていう気もするんで、そうですね、うん、逆にその今の勢いで言ったらこのまま負けてないかなというふうには思います。はい。その本命は本命ね、結構迷ったんですけど、担当記者、はいはい、アートハウスにしました、うん。まあ、オークスでもね、熱い印打ったんで、あ、まあ、ちょっと期待してレース見てたんですけどね、まあ、いい感じでレース運べたように見えたんですけど、まあ、ちょっと直線はなかなか伸びきれずに、まあ、ちょっと負けてしまいましたね。まあ、距離というのかなというところもあるんですけど、まあ、うん、ちょっと輸送もね、まあ、体重は、ね、キープできたらその影響もあったのかなという感じますね。今回はまあ地元競馬になりますし、まあ、距離もね、実績残す 2000m で、まあ、もともとここ結構前に行きそうな馬が多いんですけどね、まあ、それを見る形で、まあ、こういい位置で運べそうな感じがしますし、まあ、調教の方もね、だいぶこのピッチが上がってきて、まあ、本番が次なんで、まあ、目いっぱいっていう感じは全然ないんですけど、まだお釣り残した状態ではあるんですけども、ね、すごく春先よりこの手先が軽くなって走りのバランスが、ね、良くなっている印象がありますんで、まあ、うまく夏をこう過ごせたのかなっていう感じしますよね。まあ、放牧先のチャンピオンズヒルズですもね、だいぶこう乗り込んできて体も、きっちり仕上がってますし、まあ、チンヨン多分オークスぐらいの体重で臨めるんじゃないかなっていうのは言ってました。まあ、条件的にも、うん、まあね、本当にいいコーナーやつの 2000m ってあると思いますし、まあ、ここをちょっとね、しっかりいい結果残して本番に行ってほしいなっていう思いを込めて本命しました。うん、まあ、さっき言うと僕対抗です、はい、オークス見せ場本当あったんで、うん、もう抜け出してくるかなっていうような、そ, う、ね、それぐらいの、ね、うん、思ったんで、うん、まあ、やっぱり、まあ、結果的にその、まあ、距離も初めてでしたから、うんうん、まあ、またもう1回2400使えばまた変わってくるかなとも思いますし、まあ、ひとまずその距離短縮っていうのは今西尾さん言ったように実績もある 2000m ですからね。そうですね、左回りもね、2回目になりますし、うん、それはもうだからこれ以上印は下げれないなというところでしたね。やっぱ選手の中お世話の動きがすごかったですね。なんか反応がすごく良くて、結構まだ前に三頭合わせの馬がいたんですけど、全然追いつく感じじゃなかったので、馬なりでこうカオスぐらいの最後瞬発力を見せてましたんで、だいぶ馬もしっかりしてきたのかなという感じがあります。ちょっとこれ本番が楽しみになるようなレースを期待したいです。はい。で3番手かな、あ、違う、夏対抗やな。対抗はね、うん、セントカメリエにしました。あ、まあ、旧車の勢いもありますし、まあ、前回結構メンバー揃った中でね、しっかり見せ場作って、ね、競馬しましたんでね、ボバ相手でも、まあ、おまばばでこの未勝利、うん、1勝クラスと、まあ、勝ち上がってきているように、ちょっと台風の影響で、ね、日曜日もどうなるかなという天気予報なんですけど、まあ、おまばばになっても対応、できる馬だと思いますし、うん、まあ、この上がりまでホワイトかなという感じがします。中京もね、やっぱり、まあ、そうです、相性にもね、はい、うん、2000m もむしろぴったりっていう感じです。そうですよね、はい、うん、だからいいところは当たりましたよね、うん、道枠の、あ、そりゃ3道枠、
まあ、僕もだからこの3番手だから上位3頭という感じですね、はい、黒三国は黒は、メモリーデゾンにしました、はいはい、これもともとデビューの時からこれはいいよっていう話、まあ、聞いてて、まあ、ただちょっといろいろ競馬をこの覚えさせるためにその短い距離から使っていったんですけど、まあまあボケもねちょっと短いところだったんで、ただ本当にすっごい切れる馬なんですよね。でまあ距離伸ばしてどうかっていうところだったんですけども、その最初から競馬を覚えさせてきたことでだいぶその折り合いっていうところにも心境を見せて、少しずつ距離伸ばしながらなんですけど、まあレース内容としてもすごく良くて、まあ、前回まあ軽い、ね、筋量でもあったんですけどね、やっぱ外からねこの差し切った小馬、年長馬相手に、ね、差し切ったあたりはやっぱり力あるなってところを見せてくれたと思いますし、まあ血統からちょっと 2000m は、ね、ギリギリかもしれませんけども、まあ、だいぶその折り合い目とかレース覚えてきてるんで、これうまくクリアしてくれないかなっていう思いも込めても3番手というかタンガラにしました。まあね、上位3と比較的こう印はちょっと、ね、肩かぶったかなっていう感じはしますけど、そうですよ、ただでも副平人とか、ね、いやね、本当まだここでも今でも取り上げなっていう馬も場面も上がってないぐらいですし、はいはい、本当にどの馬からでも結構ね勝負できるというか、はい、現的にはすごく面白いです。あとはだからそのさっきも言ったけどその台風ですよね。そうですね、うん、ガバの影響、はい、そこでかなり左右されるところがあるのかなというふうにも思いますし、うん、まあ、その辺はね天気予報とにらめっこしながら、まあ、ちょっとこうね土曜日の競馬も頭入れつつ、そうですね、うん、ちょっと本番楽しみにしたいな、本番ではねロースセクス楽しみにしたいなと思います。はい、はい、いいですか、はい、もう時間来てるようなんで、はい、今日はこの辺で失礼します。どうもありがとうございました。ありがとうございました。